もう打つ手はないということですか。残念ですが。じゃあどうすりゃいいんですか。このまま死ぬのを待つしかないんですか。ケスケは痛みを抑えることくらいしかできませんが。お願いしますよ先生、なんとか他の治療法を見つけてくださいよ。先生だって知ってるじゃないですか、ケスケは今までだってどんな辛い治療だって耐えてきましたね。きっと今回だって乗り越えてくれますからね。お願いします、なんとか助けてください。母さん、お願い、なんとか言ってください。お願い、母さん。翌朝病室、点滴を受け眠っているケイスケを暗く沈んだ顔で見つめている陽一、霞、千代、雄二は落ち着かず歩き回っている。霞、ケイスケの顔の汗を拭いてあげる。ケイスケの目がうっすらと開く。ケイスケ、わかる？病院だよ、ニーニー。またしばらく入院することになるけど、焦らずに治そう。心配しないで、今はゆっくり休みなさい。私が代わってやれればね。もう死ぬんだろ俺。ドキリとするみんな。何バカなこと言ってんの。そうだよケイスケ、もう気休めはやめてよ。右手をゆっくりと上げるケイスケ。分かるんだよ今までと違うって。勉強してても簡単に解けてた問題がさっぱり分かんないんだ。シャーベンもまともに持てないし、昨日なんかどうやって家に帰っていいか分かんなくなった。メールして聞こうと思ってもやり方が分かんないんだ。で黙ってんだよ父さん、いつもみたいにヘラヘラ笑って寒いダジャレ言ってよ。やめろよニーニー。ユースお前俺の何が好きなんだよ。いつまでもニー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 言ってんじゃねえよ。バカじゃねえの。ばあちゃんさ、私が変わってやりたいとか言うなら本当にそうしてよ。なんで俺がばあちゃんより先に死ななきゃいけないんだよ。ごめん。ケスケ、いい加減にしなさい。クマンバチは自分が飛べるって信じてるから飛べるんでしょ。あんただって病気が治るって信じなきゃ。何がおかしいの。クマンバチは不可能を可能になんかしてない。ん？今じゃなんで飛べるかちゃんと証明されてるんだよ、新しい研究で。いくら頑張ったって奇跡なんか起きないんだよ母さん。うろたえ涙を拭く霞。今までは自分が本当に死ぬなんて思ってなかった。自分だけは助かるんじゃないかって
そう信じてた。だから辛くても苦しくても頑張ってこれた。夢を持とうとした。希望も捨てないできた。でもその度に何度も裏切られた。教えてよ母さん、僕は一体何のために生きてんだよ。毎日毎日病気に苦しむだけで、やりたいことなんて何一つできないじゃん。生きてる意味なんかあんのかな。教えてよ、僕は何のために来てんだ。すがるように霞を見つめる。一体何のために生まれてきたんだよ。口に手を当て泣き続ける霞。辛さを耐えている家族たち。廊下のベンチにうつむいた陽一と顔を覆った霞。私もうどうしていいか分かんない。母さんまでそんなこと言うなよ。じゃあどうすればいいの。私さっきの質問に何て答えればいいの。圭介は一体何のために生まれてきたの。陽一もつらい。通りかかったしおりが佇み見つめている。深夜病室、手にしたクマンバチのストラップを見ている圭介。ドアが開かれしおりが覗く。まだ起きてるの。もう寝たら。入ってきたしおり、点滴に近づきチェックする。ありきたりなこと言ってもさ、物理君のことだから同情するなとか怒るだろうけど、私にできることがあったら何でも言ってね。目を閉じ横を向いている圭介。出て行こうとするしおり。じゃあ。しおりを見つめる圭介。やらせる。え？何でもしてくれんだろ。じゃあやらせてくれ。立ち尽くすしおり。俺、女の子とデートしたこともキスしたこともないんだ。バレンタインとかクリスマスの思い出もない。友達とドライブしたこともないし、親父と酒飲んだこともない。バイトして給料もらったこともないし、海外旅行だってまだ一度だって行ったことがないんだ。いいよ。